さあ、それでは解説していきましょう。軸に垂直に交わる平面ということで、どういうものなのかというと、まあ、イメージこんな感じですね。空間内にですね、適当に点 P っていうのを置いてあげて、この点 P が ABC っていう点だとしますと、いいですか？この点を通っていて、かつ YZ 平面に平行な、こういう平面を考えてみますと。いいですか？そうするとこれ YZ 平面に平行な状態になってるんですけれども、こいつ今 X 座標が A になってるので、当然このね、X 軸とこの平面っていうのはこれ X イコール A で交わってるわけですよ。いいですか？ということで、この平面ってどういう風に見ることができるのか。これ今、便宜的に平行四辺形っぽく書いてますけど、これ無限に続いていってるんですからね。この平面っていうのは、実はどこを取ったとしても全部 X 座標は A になるわけじゃないですか。だから、この平面を X イコール A っていう風に表しますよと。こういうことを覚えていてくださいねってことね。これまでも平面上で考えていたときにさ、例えば O を、X、Y と、なんでこれも X やね。原点 X 軸 Y 軸っていうのがあったときに、この X 軸に対して垂直に交わるこういう直線があったとき、こいつを X イコール A なんていうふうに表してたじゃないですか。今回はそれに対して Z 軸っていうのがこうやってくっついたわけですね。Z 軸っていうのはこうやってくっついたわけです。ですからイメージとしては、ここにこうやってね、よいしょと。ここにこうやってね、ボンっていう風に平面があった場合、これ X イコール A っていう平面だからねってなるわけね。OK ですか？さあ、ということで、これを踏まえて考えていけば、他にも Y、これ、今 X 軸に対して垂直に交わっている平面ですけれども、他にも Y 軸に対して垂直に交わる平面、Z 軸に対して垂直に交わる平面っていうのも考えることができます。こっち行きます。さあ、これも Y イコール B というところを通っている平面なんですけれども、ということはこの平面は全部 Y 座標が B になるわけですから、Y イコール B という平面で表せるよねってことね。こっちも同じね、Z 座標が C っていうところを通っているので、この平面は Z イコール C と表すことができますよと。たったこれだけのお話です。いいですかね。はい、なので、今後ですね、平面 X イコール A とか、平面 Y イコール B とか、平面 Z イコール C とかって出てきたら、ああ、なるほど、Z イコール C っていうのはこの XY 平面面に平行な面で Z 座標 C を通るのね、こんな感じでね考えてもらえればいいのかなと思います。はい、解説以上です。